ガミン、朝っぱらから遊んでんのかよ。そんでどっちが勝ったな。お前またザオちゃんをおごる羽目になったんじゃないか。おいおい、パイモン、俺を見くびりすぎじゃないか。お、皆さんお揃いのようですね。ちょうどよかった。お三方に重要な依頼があるんです。お、なんだ。すぐに動けるぜ。物はどこだ。護送の依頼です。上映層の茶商が品を持ってリーウェコーへ向かいますので、護送してあげてください。大口のお得意さんがその商人を指名したそうです。了解。住所はこちらです。こんな大掛かりな依頼ってことはきっとすごく重要で急を要してるんだと思うぜ。ええ、早く遂行するに越したことはないでしょう。早めに出発した方が良いかと。わかった。老衆の兄ちゃんも無理すんなよ。じゃ行ってくる。すぐ到着だ。物語はまた今度な。こんにちは。お前が依頼を出した茶商だよな。護衛はオイラたちに任せてくれ。親父。半人前くらいにはなったようだな。これで全部か、品は。ああ、すべて揃ってる。じゃ、出発していいか。大口顧客の指名だから、お前も行かなきゃいけないんだぞ。じゃないと、オイラたちは責任を追及されるし、お前だって大儲けのチャンスを逃しちゃうぜ。分かっている。では世話になる。出発しよう。
腹を空かせていたせいだ。次こそ。だいぶ歩いたな。そろそろ疲れてきただろ。ちょっと休んでいかないか。私は問題ない。ガミ、お前いつもおやつを持ち歩いてるよな。ちょっと分けてやったらどうだ。私はいい。ないもん。はっ、散れ、風よ。ま、開けた場所もあるし、ここで一息つくとすっか。ガミは一緒に座らないのか？俺は平気だ。見張りでもしてるさ。ほっとけ。しょうがないな。じゃあ先にいただくぜ。知ってるか？このドンロンスーって店によって味が。待て、何者だ。我の動きが少々大きすぎたか。そんなことより役目を果たすことに集中しよう。金品などは持っておるか？おとなしく差し出すがよい。どうしたら。人数は二人。他に仲間はいないみたいだな。こいつらを追っ払うのは楽勝だが、もし親父を狙って罠でも仕掛けてたらまずい。ここは慎重に行こう。ここは俺に任せろ。旅人、パイモン。親父と品は任せた。先に行っててくれ。ガミン、危険だ。俺の仕事さ、これがな。なんと手強い相手だ。ここは引くべきだな。もっと軟弱なものを狙うとしよう。逃がすかよ、そう簡単に。ではな、失敬させてもらうぞ。ガミン、心配すんなって。ガミンはすごく強いんだから。この前だってあいつ一人で10人を超える砲塔団をやっつけたんだぞ。そうは言ってもガミンが。もし最初から私の元で商売を学んでいたら、こんな危険な目に遭わずに済んだのに。ガミンに言われた通り、オイラたちは先に進もう。ここで待ち伏せにでもあったら大変だ。今のところ順調なようだ。ここまで来たらもう大丈夫だな。うって勝利？なんでここにいるんだよ。若者よ、早くタコを下ろしてここを去った方がいい。近くに強盗がいるぞ。強盗？なんと真っ昼間から。うん、コホン。ん？コホン、コホン。ふん、なるほど。最近風邪が流行っていると聞く。パイモン、喉の調子が悪いのなら座ってお茶でもどうだ。そうじゃなくて、これは お菓子を食べ過ぎたせいだぞ。強盗がいるのなら近くの戦艦群に知らせればいい。そうか。ならば、人にはそれぞれ得意分野がある。ここは専門家に任せてはどうだろうか。ああ、そうだな。私たち一般人が首を突っ込んだところで、足手まといになるだけだろう。言う通りだ。せっかくの良い天気だ。手持ち無沙汰でいるより、
静かな場所で茶でも飲みながら心を落ち着かせ、朗報を待つのも悪くない。ではそうするとしよう。はっ、風よ散れ。実は妖おじさんがこんなに心配してるのには理由があってだな。表紙のガミンはこいつの息子なんだ。ガミン、聞いたことのあるなだ。最近町で十部劇を披露している者のことか。お前も十部劇を見たことあるのか。ああ、あの若者はしっかりとした基礎と熟練の技を身につけていた。芸獣と混然一体となった舞は実に見事なものだ。近頃十部劇はリーユエ校で少しずつ人気を博しつつある。だが彼らが抱えているであろう様々な困難は我々観衆からは想像できないものかもしれない。しかし困難に立ち向かうその精神こそ最も貴重な資質だと俺は思っている。俺の茶飲み仲間たちもガミン殿のことを思いやりと正義感のあるものだと口を揃えて言っている。才徳兼備な息子さんで、幼児さんもさぞ誇り高いだろう。オイラたちに合わせて幼児さん呼びしちゃってるぞ。あ、ええ、あいつはまあ確かに頑張り屋ではあるな。ガミンが戻ってきたら本人の前で褒めてやれよ。それはガミン殿はまだ年も若いゆえ衝動に駆られやすいのだろう。若者にはよくあることだ。幼児さんから伝えづらいというのなら俺たちが代わりに伝えてもいいが。いやいや、そんな迷惑をかけるわけには。はあ、もう昔のことなんだが、ガミンと私の間には溝ができてしまってね。私は生涯をお茶の商売に捧げてきた。だから子供にもそのイロハを学ばせたかったんだ。でなければあいつ一人でどうやって生きていく。しかしあいつの表紙の仕事は軌道に乗り、護送する距離もどんどん伸びていった。それに十分劇を諦める気もさらさらないようで、私は嬉しい反面心配でな。若者は体が丈夫で力もみなぎってる。だが年老いたらどうなる。そう考えるたび自分の判断は間違っていないのだと、あいつのわがままを聞いてやるわけにはいかないと思い直すんだ。こうなることを知っていたら、あいつが幼かった頃十部劇なんかに連れて行かなかったというのに。子供に平坦な道を歩んでほしいと願う親の気持ちは理解に難くないもの。幼児さんもあまり思い詰めない方がいい。勝利さんは見たところお若いのに相当な見識をお持ちのようだ。もしや私が思う年齢とはだいぶかけ離れているのだろうか。考えすぎだ。実は古い友人の中に数人の娘を持つ者がいてな、その娘たちは皆独り立ちをしている。彼女は子供を心配して思い悩むのではなく、その子供たちに夢を追いかける自由を与えることを選んだ。そのご友人は思い切ったものだ。私にはそんな度量ないかもしれん。あ、それから勝利さんさえよければ私のことは名前で普通に呼んでくれたらいい。ではそうさせてもらおう。勝利さんから見ても私は心配しすぎなのだろうか。いや、その言い方は少々偏りが過ぎる。親が子供を心配するのは当然のことだ。とはいえ空を飛ぶタコ同様、糸をきつく引っ張りすぎては逆効果になりかねない。先ほどの古い友人はこう言っていた。もし子供が夢に向かって外の世界を歩みたがっているのなら、
糸を引っ張り続けてはタコが落下してしまうだろうと。はあ、やはり私の考えが古すぎたということか。家族を思う気持ちを古いという言葉で評すべきではない。ただ少しだけ寛容な心で息子さんを見守ってあげてはどうだろうか。陽徳殿はきっと女王を重んじる方なのだろう。ガミン殿の心配はしばし置いておき、いろいろな場所を巡りながら茶を飲み景色を堪能するのも悪くないのではないか。すぐそこに思いもよらぬ吉報が待っているかもしれない。すぐそこか、そんなわけないだろう。日々が積み重なり瞬く間に一年が過ぎる。気づけば子供が成人しているという感覚を父親である陽徳殿はよくわかっているだろう。ガミンはそうだな、気づけばもう羽が生え揃っていた。勝利のやつ話がうまいな。あ、ガミンが戻ってきたぞ。ガミン、こっちだ。親父、みんな、それに王城堂の勝利先生も。こうして出会ったのも何かの縁だと思い少し歓談をしていた。無事解決したのか。まあ。なんだその返事は。旅人パイモン、ちょっといいか。聞きたいことがあるんだ。お、どうしたんだよ。単刀直入に聞くぞ。さっきの二人組の強盗ってお前らの知り合いか。おい、なんで急にそんなこと聞くんだよ。当たりみたいだな。パイモンが俺と目も合わせらんないってことは。参ったな。でもなんでわかったんだ。あの二人最初から振る舞いが大げさだったし、それになんか不自然だったろ。あと追っかけてる最中にただもんじゃないって気づいたんだ。もうちょっとで追いつきそうなのに一向に距離が縮まんなくてさ。それほどの実力の持ち主なら他にも方法があったはずだ。俺らが警戒を緩めた隙を狙ってくるとかな。でもそうしなかった。つまり俺を引き離すのが狙いだったってことだ。お前意外と頭の回転が早いんだな。ま、これに関しちゃ経験によるとこが大きい。悪質な強盗とは何度も手合わせしたことがあるからな。けど今回みたいのは初めてだった。奴らにこう言っといてやったぜ。足を洗って改心したくなったら教師になるのがおすすめだ。リーユエコーに来たら俺を訪ねろってな。おお、さすがだな。友達を作るのがうますぎるぞ。俺と親父の関係を何とかしたいって思ったんだろ。気持ちはありがたいぜ。けどこれはずっと前から親父との間にあった問題だ。さっきの強盗騒ぎが演技じゃなく本当だったとして、俺が奴らを捕まえて差し出したところで何も変わりゃしない。俺に対する親父の態度、お前らも見たろ。違うぞ。本当は幼児さんはガミンのことをすごく心配してるんだ。オイラたちには正直に言ってくれたぞ。さっきの勝利の説得であと一歩ってところだったのに。はあ、信じないのか。絶対に変わんないさ、親父は。他人にはそう言っても俺には絶対に言わない。その点は俺が一番よく知ってる。そうだぞ。結果を出したいってオイラたちに言ったよな。これまで必死に頑張ってきたことを幼児さんに伝えたらどうだ。伝えるっつっても無駄に決まってんじゃんか。
そんなの無駄かどうかはやってみないとわかんないだろ。食べてもないのにうまいかどうかわかんないのと同じだ。オイラたちの言うことは信じろ。人とすぐ仲良くなれるお前も接してくれ。ようこそさんも接するんだ。お前を理解する味方になってくれるかもしれないぞ。やってみるよ、できる限り。勝利さんは実に博識であられる。本当に感心させられることばかりだ。何十年と茶商をやってきたが、こうして勝利さんからお茶の心得についていろいろと教わるとはね。過分な言葉だ。個人的な見解を述べたに過ぎない。オイラたちがいない間にどんだけ飲んだんだよ。陽徳殿との話は実に愉快だ。茶と同じようにこの遊戯は味わい深いものとなった。ああ、まさしくその通りだ。ガミン、勝利さんはとても博識な方だ。リーウエコーで勝利さんのような有識者に会ったら、いろいろと相談に乗ってもらえ。え？ああ。ほほん、勝利。陽徳殿、歓談を続けたい気持ちは山々だが、残念ながら同志に頼まれた仕事がまだ残っていてな。そうだったのか。もっと早く言ってくれたらよかったのに。仕事の邪魔をしてしまって申し訳ない。またご都合のいい時にでも蔵王茶をご馳走させてもらえたら嬉しい。ああ、必ず。そこまで送ってやるぞ。お前たちはここで話しててくれ。はっ、風よ散れ。さっきは妖おじさんを説得してくれてありがとな。オイラたちが送ったサインに気づいてくれて助かったぜ。二人とはそれなりに長く付き合っているからな。その経験のおかげだ。それに大したことではない。気にしないでくれ。お前の性格は相変わらずだな。でも勝利、見送るとは言ったけど、なんでこんな遠くまで来たんだ。あいつらに聞こえない距離まで来れば十分だったろ。もう一人の友人が来ているからだ。旅人パイモン。そう、なんでお前が。我はずっといた。幽霊のタコ。もしやあの神出鬼没な同士がまた防御旅館に来ているのか。こたびはまたいかなる用が。まあいい。同志と帝君、いや勝利様との間柄を考え、一言挨拶でもしておこう。勝利様、てっきり風同志かと。ああ、いいところに来てくれた。お前もこの新しい代物を試してみないか。動力装置を取り付けたことでタコを上げる際により安定するのだが。相当熱心に研究をされているようだ。安定しすぎることでタコが上空でゆらゆらと揺れる様を見られなくなったのは少々残念だ。実は今回、解凍祭に必要なものを購入するよう同種に言いつけられている。あ、はい、毎年のことですね。おそらく来年も変わらないでしょう。違いましたでしょうか。あ、そのごま油を頼まれたこともありましたし。いや、なぜ同志は解凍祭の期間中に
野菜のごま油和えにこだわるのだろうかと考えていた。シャンリンの助言なのだろうか。ショウ、お前はどう思う？フー同士とはあまり深く関わったことがなく、なんとも。そうか。王城堂の者と関わる機会を増やしてみるのはどうだ？暇があれば気軽に寄ってみるといい。こっちは装置を取り付けていない伝統様式のタコだ。この2種類のタコの違いを見定め、より娯楽性に優れた方を選ぶようにと同種に頼まれている。ちょうど手が欲しいところでな。もう一つのタコをあげてもらえないか？はい。比較してみましたが、速度を求めるのなら装置を取り付けた方のがいいでしょう。なるほど。代わりに同種に伝えるとしよう。この二つのタコはお前のところに預けておこう。普段友人と共にタコをあげるのもまた一興かもしれない。はい。しかしタコ揚げを好む者など周りにおらぬゆえ。ならお前の最中を生かし探してみるのもいいだろう。なんだ、ただショーにタコ揚げを手伝わせてただけか。なんか聞いちゃいけないことなのかと思ったぞ。フータオに頼まれた実験だったんだな。手伝わせていたというより、流行りの代物がどれほどの飛行性能を持つか比べるため誘ったと言うべきだろう。はい、つまり大会のライバルがまた一人増えたってことか。ショーはタコ揚げが好きか？好き嫌いなどという言葉で考えたことはない。ただ空へゆっくり登る姿を見ていると不思議と心が落ち着いてくる。いくらか消灯に似ているのかもしれない。どちらも心に安らぎを与えてくれる。結構なことだ。じゃあショーはタコを作ってみたいと思ったことないか？オイラたち両運神君に作り方を教えてもらったんだ。もしショーが習いたいなら教えてやるぞ。せっかくだが今回は遠慮させてもらおう。我々の中で模様や装飾の創作に興じるものは見ぬだけだった。怪盗祭の後、もし暇があれば同着の寺の近くで我を探すといい。あ、そろそろ日が暮れる。俺も帰って同種に比較の結果を報告しなければならない。フータオは元気にしてるか？よろしく伝えといてくれ。ああ、それと先日同種から聞いたのだが、数日後に行栄荘を訪れる予定らしい。二人に時間があるのなら頃合いを見て行ってみるといいだろう。もし荘内で会えたら共に寒暖のひとときを過ごすのも悪くないはずだ。うん、覚えとくぜ。じゃあまたな、勝利。ああ、また会おう。ガミ、親父。親父から先に言ってくれ。あ、いや、何でもないんだ。なら俺から。俺やっぱりリーウェコーに残りたい。ああ、賛成はできんが。まったく最後まで話を聞け。さあさあ、新宅ちゃん、ほら早く座って。長旅で疲れたでしょ。お茶を飲む？何か飲みたいものはない？我は大丈夫だ、お気遣いなく。師匠、彼女たちはもう遠くまで行った。うむ、ちょうどいい頃合いだ。我々の出番だぞ。
事前に伝えた計画は覚えておるな。無論師匠と我の役目は家族の幸せな場面を演じてみせること。おばちゃんと同じ飲み物でいい。わかったわ。関運おばちゃんと神格まで、一体どんだけの人に手伝ってもらってんだ。ここはとりあえず座っとこう。ちょうど小羅千賀が手に入ったの。綺麗な名前だけに味もいいわ。買いだめた分を消費するため最近毎日飲んでおる。さすがに飽きてきたな。いかん、今は語り合いに集中せねば。お祭りの間は仕事も忙しいんでしょ。力になれることがあったらおばちゃんに何でも言ってちょうだい。酒を飲んで暴れる者がいたが、おばちゃんに教わった通り奴らの頭を卓に押さえつけてやった。なっ、関運おばちゃんと神格、マジかよ今の話って。参った。演技に気を取られておったばかりに神格が変わった子であることを失念しておった。あ、そうそう、新しい友人はできたかしら。ほら、おばちゃんは近くにいてあげられないから、神格ちゃんに友人がいてくれれば少しは安心だわ。最近の状況はおばちゃんも知っての通りだ。夜厨房に行ってグオパーと語り合うようになった。グオパーは話こそできないが一緒にいると安心する。はあ、語り合える友人が一人もいないとはかわいそうな子だ。こうして考えてみるとガミンは手のかからない子だな。私は厳しすぎたのかもしれん。その話はこの辺にして、神格ちゃん、これから時間あるかしら。おばちゃんと遊びに行かない？そうそう、温かい言葉をかけてやるんだ。その子もホッとするだろう。前と同じように朝から晩まで岩を背負って山を登り降りし、道沿いの草花を摘んで夕食とすることか。おばちゃんが望むなら喜んで。おやじ、お茶を。あ、いや、お茶は飲まない方がいいか。ああ、もうこれ以上は聞いてられない。ガミン、先ほどの話を続けよう。私はお前がリーユエコーに残ることに反対だ。苦労するに決まっている。お前が家に帰ってきてくれたら。まあ、お前は私と性格がそっくりだから反りが合わないのは知ってる。ただ私のことはさておき、他の家族のことを考えてみろ。おばやおじたちは喜んでお前の力になってくれるはずだ。少し楽な仕事について時間があるときに一緒にザオ茶をいただくのもいいんじゃないか。師匠、ザオ茶とは大事なものか。し、もう一度考えてはくれないか。すぐに答えなくてもいい。心が決まったら聞かせてくれ。親父、本当に変わったな。昔の親父だったらこんなこと絶対言うはずないのに。でも俺は。親父、ありがとう。はあ、結構時間も経ったし、そろそろいいんじゃないか。二人が仲直りしてくれてたらいいな。二人とも黙ってお茶ばっか飲んでるぞ。なんか嫌な予感が。まさかカウンの計画が失敗したのか。戻ったぞ。見送るついでにいろいろ喋ってたらつい時間が経っちゃって。ちょうど私たちもお茶を飲み終わったところだ。じゃ、出発すっか。荷物を持ってくれ。ガミン、いつの間にこんなに背が伸びたんだ。
風よ、散れ。師匠、先ほど我は何か不適切なことでも言ったのだろうか。師匠の質問に正直に答えたつもりだったが、師匠とガミンの父親の反応が少し妙な気がした。心配無用だ。少々問題は生じたが、結果からすれば計画は成功だ。我も役に立ったか？無論だ。俗世に染まらぬこともお前の個性だ。自分らしく生きていけばよい。風よ、散れ。ふむ。陽徳さんですよね。遠路はるばるお越しいただきありがとうございます。スチームバード新聞の記者、シャルロットと申します。今回お茶を購入するついでに、差し支えなければ取材もさせていただきたいのですが。取材？お茶の宣伝だろうか。はい、そう捉えていただいて問題ありません。フォンテーヌ人もお茶が大好きなんです。フォンテーヌへの販路開拓か。なら準備する時間が欲しいのだが、取材の内容について事前に話を聞かせてもらえないだろうか。もちろんです。こちらへどうぞ。彼女もお前らの助っ人の一人か？自分も顔が広い方だと思ってたんだが、上には上がいるな。参ったぜお前らには。こっちだ。お、カーンおばちゃん？きっと次の計画の話だ。幼児さんに気づかれないうちに早く行こうぜ。風よ、散れ。全て順調か？心配すんなって。全て計画通りうまくいってるぜ。ってことはさっきのは演技だったんだ。やっぱただもんじゃないな、カウンおばちゃんは。俺のために自分自身と弟子たちの総力を挙げて手を貸してくれてるんだ。これが人のために尽くすってやつか。俺も見習わないと。次の段階では。あ、どうしたんだガミ。今回のお茶代だけど、もしかしてお前らが払ったのか？さすがにそういうわけには。そう慌てるな、立て替えただけだ。そうそう、良子の言葉を借りると投資ってやつだな。オイラたちの出し合ったモラでシャルロットがお茶を買って、それをお土産としてスチームバード新聞社に持ち帰ることにしたんだ。シャルロットの記事が新聞に載れば販路拡大の効果も期待できるだろ。そしたら投資分なんかすぐに回収できるはずだぜ。そっか、商売のことはさっぱりだけど、とにかくお前らに損をさせるわけには絶対にいかない。やっぱ帰ったらちゃんとモラを渡すな。その話はまた後でよい。お前はもっと大事なことを考えるべきではないか。ああ、護送中俺はずっと考えてた。で、一つ案を思いついたんだ。ただみんなにまた迷惑をかけちまう。話してみろ。そうそう、オイラたちみんなお前の友達なんだぞ。
わかった。俺の考えはこうだ。ですね。先日はどうもありがとうございました。あの日うちの子供が早速おばあちゃんと一緒にタコを作ったそうで、すごく喜んでいました。私に長い手紙まで書いてくれたんですよ。ひひ、お礼ならガミンに言ってくれ。ええ、彼にもお礼を言っておきます。ところで今回はタコをお求めで、どうぞご自由にご覧ください。あのフォンテーヌ製の装置を買いに来たんだ。それだけを単品で買えるか。あ、それならどうぞお受け取りください。説明書は箱の中にあります。簡単に取り付けられますよ。でもタダでもらうわけには。どうかお気になさらないでください。タコ揚げ大会での健闘を祈っています。そっか、じゃあありがたくもらっとくぜ。ひひ、取り付け完了だ。次は例の計画の実行に取り掛かろうぜ。これでバッチリだな。見晴らしのいい場所を見つけようぜ。ナナ、もうすぐだよ。しゃがんでください。今年の怪盗祭も相変わらず賑やかだな。え、何があったの。何か故障したのか。どうしたのか。誰か戦艦軍に連絡してくれないか。Thank you.
そんなに撮ったっけ。早くフィルムを変えないと。そんな風が。怪盗祭を祝して、怪盗祭を祝して。感謝するよ、お嬢ちゃん。送っていこうか。うんうん、大丈夫。師匠がすぐ近くにいるから。ガミ。親父。今回は私から言おう。ああ。素晴らしかった。ずっと長く十部劇を見てきた私でも、素晴らしかったと言わざるを得ない。はあ、親父も、態度が柔らかくなる時があるんだな。お前、本気でこれを生業にするつもりか？ああ。分かってるさ、難しいことは。でも重要なのはそこではない。私が言いたいのはだな、難しいというのは客観的な事実に過ぎないということだ。重要なのはお前の決断、お前の夢、そしてお前の行動だ。私が若かった頃は、おっと、昔話はまた今度にしよう。とにかく考えが変わったのだ。このタコももっと高いところへ飛んでいくべきだ。親父。息子よ。なんだよ急に息子なんて呼んで。親父らしくない。まさかこんなことを言うなんてとか思ってるんじゃないか。ちょっとだけ。なかなかこういったことを言う機会がなくてだな。その、なんだ。本当は、うん！私にとって、お前は本当にいい子だ。さあ、言いたいことは以上だ。それにお前も、さっきから何か言いたそうじゃないか。
さて、私は行こう。ほら、あそこで友達が待っているんだろ。え、でも親父、せっかくリーユエコーに来たのに。リーユエコーにはもうしばらく滞在するつもりだ。ザオ茶はお前がおごってくれるな。親父、ったく。行ってこい。ああ、また後でな。行ってくるぜ。か？別に照れることないぞ。ちゃんとみんなに礼を言いたい。カンウンおばちゃんや手伝ってくれたダチにな。で、もし時間があったらみんなでたこ揚げしようぜ。